皆さんこんにちは。ジャックです。徳です。厚美です。今回もまたまたやってまいりました。はい、今回は、はい、何を、はい、持ってきてくださったでしょうか。今回持ってきてるのはですね、聞きおりますよ。おぉ、すごっ。ムツゴロウの生きたやつ。ムツゴロウさん。ムツゴロウさんっていうか、すごいことになりますね。死んだやつは見たことあるか、ちなみに。いや、ないんですよ。あ、そうですか。ないんですよ。これそもそもは、そこでは、はい、そのムツゴロウの蒲焼きで大体出してるところ多いですけど、生で売ってあるところってのはやっぱりなくて、これも買ってきたんです。じゃあ、取りましたよ。うわ、すげえでしょ。おぉ、よいしょ。すごい。うわ、東京で今この瞬間、東京でムツゴロウの魚とで、ひょっとしてここでいいかもしれないですよ。何言いました？そうですよね。ね、自分の言ったことが何て言ったか忘れてたです。ボール出しますか、一回ボールやつ、そこの上に。これ水から取り出しても大丈夫です。大丈夫です。こいつですね、陸上、大体こうガタの上、干潟の上に置くとですよ。で、プランクトンも食い野菜置くとですよ。揚げといてもしないです。ここも歩くですよ。状況把握できてないですね。何事かっていう。あー、すごい。もうべちゃべちゃめっちゃ飛びますね。これでメガハートです。メガハート、メガハートです。あれれれ、歩いてきてんすね、こいつ。めっちゃ歩いてきよ、歩いてきよ、歩いてきよ。めっちゃ、やばいっすね。もうほんとハートなんです。ですね、瞳孔というかな、人間の瞳の部分、黒の、丸の、ここはハートです。ハートなんすね。カメラ目線、めっちゃカメラ目線ですね。すごいな。ハートなんですよね。感じで見えんかな。めっちゃ反射してますね。うん、おお、めっちゃ歩いてくるんですけど。めっちゃ歩いてきよ。もうめっちゃ向かってきよ。わあ、すごい。さばかれながらにして生きてるんですよね、これ。そうっすよ。そうっすよ。すごいっすよね。頭だけでも生きそうですよ。いや、俺こういうの好きなんですよ。さ目のキラキラしてる。全部池作りにっていう感じですかね。まあ、いいですよ。いいですね。ちなみにムツゴロウのさばき方っていうのはあるんですか。いやーどうか、もう私はそのまま頭を落として、サンマ、昆布またサンマおろしにして、皮はまた手で取れます。なるほど、了解です。うわー、ルトとロゼのラインスタンプ出たよ。じゃあ行くっすよ。はい、もうですね、はい、ここからもこう横に向けて、はい、またまたグッと、ほう、はい、そしてもうこういうこの状態でもまだ、ほら、この状態もまだ全然さばきながらも行くとです。半身落としても動きようです。すごいっす。なんでさばくのがすごく動くんで難しいと思うんですけど、はい、もうお構いなしに三枚おろしに肝が、はい、卵がありました。卵、あ、ほんとだ、初めて見た。メスなんだ。じゃあそれはメスっすね。メツゴロウなのにメス。でも血の多かいでしょこいつ。めっちゃガバイ血の毛の方がどうすよ。すごい血が、もう頭ブツブツ落としていきますよ。早いですね。はぁ、あ、ちょっと、え、そしてさ、あー、もうそういうことですか。はい、ガンガンこの状態で、もう生命力がすごいってことです。そうっす。おー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 、上手。あ、大名の人ですね。大名で OK します。うわ、もうこい。次、高校の定まらんていう。まだ動いてるんですよ。生きてるムツゴロウをさばくってなんか貴重な経験ですか。多分ここもなかなかなかと思うんですよ。こう本当にですね、多分佐賀県の人でもそうそうさばいて刺身食べたことない人多いと思いますもん。そうでしょうね。うん、これは何かに使えるんですかね。使ったことないですね。このエラの部分全然綺麗ですね。ね、なんか綺麗かっすね。ガタの色、干潟の色、この状態でゴリゴリ動きます。ほら、すごいっすね。いや、すごいな。こっからこう入れて、そんな抜けます。こういう感じでこうくる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 ってやったら抜けますね。ですね。辛みの方に肉の付けやすかけん、ちょっと少しこっち側だけ先に押して、こう2回も引っ張ったらいいって。なるほど。ほら、身動いた。うわー、すげー。綺麗、結構綺麗に取れますね。ですね。ピキ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 、気持ちいい。これで食べるんですか。もうまんま、もうそこのまんまです。マジですか。全然問題なかったです。
結構な迫力だな、頭すごいないや、かなりですね。うわ、勢いか頭だけこれ動きよっけね、まだまだガッチリなんてもう大丈夫ですよもうニュアンスでました。いや見てください、すごいですね。すごい爽快ですね。いやまだ身が動いてますね。さっきまでうわー4匹ともまだ健在ですからね。そうですすごいですねこれ。まさか自分の後ろに自分の身があろうとはですね。本当ですよ。思ってもらうんでしょうね多分。ゾロさんのパート4これは口猫でも思わずか前回食べたワラスボと同じ口の形状しとるでしょ、はい、なんか似た感じ。じゃあちょっと食べましょう。はい、いただきます。はい、いけた。うん、うん例えようがありますか。何かカレー、カレーカレーの刺身っぽいです。あ、カレーの刺身食べたことないです。色は全然違うんですけど味と食感がカレーの刺身ですね。カレーの刺身食ったことあるなと思って。例えばどうですかね。なんかでもなんか見た目はなんかすごいこう、うんうんうん、多分青魚を想像するようなあれなんですけど、うん、味はすごい淡白なんですよね。うん、淡白ですね。油のある感じじゃないですかね。醤油も油も全く深いし、なんやろね、これ本当ね、これでも食べているんですけど自分たちなんか例えようのなことですよね。カレー食べたことなかったから歯切れの良かでしょ、うん、シャクシャクってシャクシャクシャキ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 でもないの、なんかうぬうぬみたいな、うぬ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 って初めて聞いた、その日本語このまま油にあげたいですね。あー、あれでしょうね。美味しいと思いますよ、また。うん、そうですね。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。届けるまでの、これを届けるまでの、ここまでの、うん、下に貼っておきますので、はい、よかったらチェックしてみてください。このビデオになると思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。